ウェブリースコットセルフローディングピストルは20世紀初頭にイギリスのウェブリースコット社が開発した自動拳銃である。ウェブリースコットセルフローディングピストルが開発された当時のイギリスでは依然としてウェブリーリボルバーなどの回転式拳銃が主流であったが1911年に本銃の 32ACP 弾仕様がロンドン警視庁に採用され、 翌年の1912年には455エブリオート男子用がマーク I としてイギリス軍に採用された。イギリス陸軍は自動拳銃の導入に積極的ではなかったため軍に納入されたマーク I の大半は海軍用に製造されたマーク I ネービーであった。マークインはイギリス海軍で 初めて採用された自動拳銃となり、第一次世界大戦中には約8000丁が購入された。また、第一次世界大戦勃発後は限定的な運用ではあるものの、王立騎馬砲兵隊と王立陸軍航空隊にも採用された。なお、イギリス軍は第一次世界大戦後に正式拳銃を従来の回転式拳銃に戻したため、 その後の軍への納入は中止された。この拳銃は長く突き出した重心と銃波の後面に大きくせり出したクリップセーフティーレバーが特徴的な外見を持つ。後退した油定を押し戻す複座バネには一般的なコイルバネではなく銃波の右側面に設けられた松葉バネが用いられている。断層を固定するマガジンキャッチボタンは銃波の下面にある。 弾層を完全に挿入すると通常の自動式拳銃として使えるが弾層を完全挿入から数ミリ手前の位置で固定することもできる。この場合には一発射撃することに有定が後退位置で止まりその度に肺、鞘口から新しい弾薬を入れ有定を手動で閉じる必要がある。これは当時の軍用ボルトアクションライフルに見られたマガジンカットオフ機能に相当する。 マーク I で使用されていた。450号エブリーオート弾は、装薬として、コルダイトを使用していた。しかしコルダイトは、バレル内に燃えカスを残存させやすく作動不良が、頻発する原因となった。1914年に、4 5十五カートリッジの装薬をニトロセルロースに変更したことで、作動不良の問題は解決されている。この新しい弾薬は、 マーク、合図と呼ばれた。ありがとうございます。